はい、それでは十字の作り方ですけど、少しステップアップしたやり方をお教えします。ちなみに十字は、英語ではクロスと呼びます。ですので、何かですね、今後、ご自分で、情報を探すときに、十字のことはクロスというふうに表現されることもありますので、一応それだけ覚えておいてください。それから、最初に、十字をとにかく作る練習をするためにですね、位置関係というのをとりあえずは考えずに、作るということをしましたけれども、一つステップアップしたやり方としては、この十字、ここに黄色を4つ持ってくるわけですが、その時にそれぞれ、ここに適した色を入れるという作業をします。それでこういうやり方をすると実は二度手間にならないので、おすすめなんですけれども、例えばですね、こういう形でもう決めてしまうんですね、方向。例えば手前がオレンジ、左側が緑、右が青、奥が赤というような、ことを決めてしまいます。そうすると例えば、ここに赤と黄色の十字に必要なパーツがまず1個ここにあります。で、赤が奥なので、この黄色のパーツをここに持っていきたいんですね。で、例えばこういう形で方向を決めておくんですね。赤、オレンジ、右が青、左が緑。そうすると、例えばこうして、こうすると赤がこれで入ることになります。で、緑と黄色のやつがあります。緑を左と決めてしまったら、例えばこのようにしてですね、こうすると、左に緑が入ります。同じように右側に青なんでこうして入れます。さあ、最後残り1個、オレンジは手前だから、こんな感じで、十字をですね作ると、これで十字ができました。で、なんと隣の色がもうこれで揃っているんです。こうすることによって、十字を作った後に入れ替える作業がなくなりますから、このようなやり方をすると、時間が短縮することができます。まあ、これは少し慣れてから、この方向を、自分のお好みで決めて、それを、ちょっと覚えてやると時間短縮になるので、このやり方おすすめです。